んにちは、こんばんは、今の時間はどうだろう、こんばんはかな、こんばんはなるほどね、くしもサマーバケーション、そういうことか。あ、そう、今日しおりの生誕ですよ。こんにちは、しおりちゃんの生誕祭です。今日のパジャマドライブ公演、こんにちは。かぜさん、ハートありがとうございます。こんにちは。あ、電車で無音です、だって。やっほー、こんにちは。暑すぎて溶けそうです、だってね。今日さ、めっちゃ暑くない？びっくりしたんだけどこんにちは。あら、こんばんは、こんばんは、やっほーい。あ、今日がこんばんはって来てる。こんばんは、グッドイブニング。 KT さん、ハートありがとう。パパタミーさんもハートありがとう。レックスさんもハートありがとう。プーマさんも花束ありがとうございます。こんにちは。ね、今週末台風来るかも、だってそんな時期ですか。でもなんかあれでしょ、北陸か、あれ、なんか梅雨明けしたところはありますよね。東京も早く梅雨明けしてほしいなっていう感じ。今日はフラフープしてません。こんにちは。あ、さとしさん、タコタコありがとうございます。今日だけでめっちゃ日焼けしてた、だって本当に。だから外出るときとかあれだ、あ、長いのしか着てない。こんにちは。だよね、北陸梅雨明けしたよね。私の地元は梅雨明けしたみたい、福井なんですけど。そう、あ、名古屋のトモさんや、トモさん、カニありがとうございます。こんにちは。トラ先輩こんばんは、だってこんばんは。あ、林くんや、林くんもカニありがとう。こんばんは。テロップ書こうかな、どうしようかな。あ、マスト君ハートありがとう。元気さんハートありがとう。優香君尊いありがとう。ヤッホーだって、ヤッホー。こんばんは。めっちゃ暑い、本当に本当に暑い。あ、キルハさん、キルハさんハートありがとうございます。あ、たくまくんかわいい、ありがとう。今日さ、今日あれ、しずちゃん出るよね。あの、なんだっけミオの部屋じゃなくて、ミオの部屋じゃなくて、オンパチ、オンパチさ、オンパチ今日しずちゃん出ますよね。なんかそんな感じのことつぶやいてた気がする。オンパチ私も行きたいな。ひでごろさんカニありがとう。ごっちんさんもかわいい、あ、違う違う、ひでごろさんカニ、ごっちんさんかわいい、ありがとう。そうそうそう、オンパチ、オンパチですよね、きょひずちゃん、いいな行きたいこんばんは。あれは何を、何、どうすると、どうすると聞けるんですか、あれですか、なんかラジコ、ラジコっても入れたらいいのかな。こんばんは。パパパパ。あ、わたもちさん尊い、ありがとう。こんにちは。そう、髪めっちゃ長くなったんです。そう、今黒い服着てるからあれなんだけど、そう、黒い服着てるからあれなんですけど、そう、あ、ラジコで聞けます、だって。本当にラジコで、じゃあ聞けたら聞けたら聞こうかな。こんばんは。あ、帰宅運転中です、だって。気をつけて。え、しーちゃんとちおりさん、ちおちゃんとちおりさんとゆかるんさんだって。そうなんだ知らなかった。ちゃんちゃんちゃん。あ、マサ太郎さんや、マサ太郎さん、タコありがとうございます。こんばんは。さっき FNS 歌謡祭なんですよね。7時台、19時台と21時台のはず。19時台に、ちゃ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 、あっちは19時台にあの曲です。誰さんの曲、アーティストさんのお名前が出てこない、アーティスト、あの方は、待って、ビギンさんじゃなくて、ビギン、あ、そう、チューブさん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 、チューブ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 、わかんない、そう、チューブさんの、チューブさんの歌でコラボして、で21時台、そうそう、シーズンインザサンです、それです。
マサールさんハートとかわいい、ありがとう。そう、それでそう9時21時台にあれですよ、サステナブル新曲初披露ですよ。楽しみです。萌ちゃんセンター頑張ってっていう感じ。あ、チューブ、あ、漢字のじゃあチューブと同じ感じ。わかんない。秋山さんハートありがとうございます。あ、 YouTube と同じ発音だって。 YouTube、 チューブ。あ、本当にそうなんだ。チューブ、わかった。漢字だね。漢字のまんまなんだ。了解です。チキさんハートありがとう。あ、キョウちゃんや、キョウちゃんアイスありがとう。アイス食べたい、すごくアイスが食べたいんです。いや、勝手にしてって感じなんですけど、アイスが食べたくて。あ、お久しぶりです。だってこんばんは。あ、夕ご飯食べながら見てるって、ありがとう。こんばんは。珍しくこの時間帯私しか配信してない。だってそうなの、びっくり。みつるだ、みつる、みつるアイスありがとう。秋山さんハートありがとうございます。7国いつ始まりますか。それです、それですっていうか、でもなんかそう、なんか私とマホピョンと萌香はもうさ、ツイッターやってるからそんなあれなんだけど、研究生の子たちが何にも、だから研究生のみんなはずっと言ってる、755まだですかって。そう、いつなんですかね。早く始まってほしい。チキさんだ、チキさんハートありがとう。ゴッドバフトローさんも尊い、ありがとうございます。こんばんは。ちゃん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 、あ、これからしおりの生誕祭見てきます。だって、え、もうさ、あ、でもそうか、あれか、ん、わかんない、ん、どうだろう、ん、ビンゴって18時までに終わってんのかな。18時からビンゴ抽選始まるのかな、わかんない。まだロビーにいるってこと、みんな、わかんない。あ、ビンゴ始まったくらい、え、そうなんだ。なんかさっていうか、あ、6時が10、今始まったくらい。本当にビンゴってそんなあれなの。あ、18時10分ぐらいからビンゴなんだって。あ、そうなんだ。なんかさ、そう、リハ終わってさ、公演の前にリハーサルあるんですけど、それやって10、リハ、そう、終わって何時ぐらいに終わるかな、5時だって。17時半くらいにリハが終わって、でそっから、その後はもうなんか結構自由なんです。客席にいてもいいし、ステージで練習してもいいし、あの、まあ、メイクしてる人がほとんどなんですけど、そう、でもそう、なんか18時になると、あ、もう あれです、楽屋行ってくださいみたいな感じだから。でもそうなんだね。じゃあ私、そう、てっきりさ、そう、18時にはそう客席から追い出されちゃうから、それまでにビンゴが終わってると思ったら違ったんですねっていう。あら、こんばんは。あ、チキさんハートたくさんありがとうございます。なるほどね。今日は生誕祭だから、ビンゴが始まる前に生誕員の方から挨拶があるからちょっと遅れる。だって、そうなんだ。なるほどね。生誕祭どんな感じのスタンドフラワーだろう、気になるよね。あら、こんばんは。あれ、ちょっと一回たてがみにしてもいいですか。ベベベベベベ、すると多分ね、この辺、そうだよね、このここしか映んないんだよ。なるほど。うん？あ？あ、あー、OK です。何がって感じよね。そうそうそう、こんにちは。あ、寝てもスーミンさんや、スーミンさん、ハートありがとうございます。こんにちは。暑いです。
さっきなんだっけ、好きなアイス何みたいな、白クマがすごい食べたいんですよ。白クマ高いんです。高いからちょっとあれだって感じ。お刺身買ってきたのにわさびもらうの忘れてピエンだって。それはピエン。カピちゃんや、カピちゃんアイス、あ、みんなアイスありがとう。こんばんは。そう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 、そうなんです、そうなんです。白クマ、白クマ高いじゃない。でもめっちゃ美味しいよねあれ。どうしちゃったのって感じ。どうしちゃったのっていうか、そんな、でも福井にいた頃とか、そのなんかめったに食べられなかったっていうか、多分東京来て初めて食べたかもしれない、白クマって。末永さん元気にしてる？だって。ゆずき元気ゆずきでしょ。ゆずきはなんかいつもなんかちょろちょろって来て、なんかどうしたのって聞くと別にみたいな感じ。かわいいよね。白クマの冷やして食べるカントリーマムが美味しかった。だって。そうなの？そんなのがあるのですか？コラボしてんのかな。末永さんとご飯に行った話を聞きたい。だってファミレスに行ったんですよね。じゃあ何しに行ったんだっけ。じゃあ自主練しに行ったんですよ。自主練しに行ったらゆずきも自主練に来ててそれで、私がどうしてもなんかご飯に行きたくて、ゆずき行こうよって言ってファミレスに行って、いろいろなんかあれです、喋りましたね。なんか学校の話とか聞いたし、でゆずき食べるのめちゃめちゃ遅いんですよね。びっくりした。そう、私も結構めちゃめちゃ食べるの遅いんですけど、ゆずきバチバチって何、ゆずきめちゃめちゃ遅くて、なんかゆずきはラーメン頼んでたんですけど、ラーメンなんか野菜ラーメンみたいなやつ頼んでたんですけど、なんかそれ食べる1時間ぐらいかかってて、えみたいな、そんなにって感じ。あ、かずやさん、だるまありがとうございます。そうです、握手会明日の10何時まで、13時とかまでだと思う。1時、サステナブルの絶対1時受付、明日までなんですよ。13時ですよね。そうなんですよ。そう、麺でもね、途中にもらったんですよね、一口ちょうだいみたいな。まあセーフだったし、まだあったかかったから、あ、大丈夫だなと思って。そう、48グループ超絶最高、史上最強さん、かわいい、ありがとう。たくろうさん、ハートありがとうございます。そう、でもめちゃめちゃ前、本当に前、何ヶ月も前、いつだろうね、3、4ヶ月ぐらい前だと思う。今何月ですか？ 7 月だよね。7月の終わりがけでしょ。7月の終わりがけでしょ多分。うん、ほんとめっちゃ前。3ヶ月、4ヶ月ぐらい前の時なんです。そう。そうなんですよね。そう、そんな感じでサステナブルのやつ、明日までなんです。よかったら、よかったらとか言って。そう。アクセント頑張れ。それね、そう考えないと。サステイナブルですよね、多分。サステイナブルだから、英語にすると。だから、手にアクセントなんですよね。サステナブルじゃなくて、サステナブルなんですよ。頑張りましょう。バカがバレるから。そう。バカがバレるから、気をつけないと。サステナブルです。そう。あ、久々に名古屋で握手会あって、ヤッホーイです。だって。あのさ、あれ、初めて行く会場なんですよ。そう、楽しみ。愛知のなんとか、愛知なんちゃらかんちゃらみたいなところ、近い、駅から近い感じなのかな。初めて教科書の件ポチったで。だって好きです。ありがとうございます。あ、もう申し込みました、ね、ありがとう。あ、新しいところ、あ、空港のすぐ近くなんだって。知らなかった。ポートメッセなくなるんだって。え、そうなの。めっちゃ声でかかったよ。そうなんだ、ポートメッセなくなっちゃうの。あ、まだ完成してないんだって。すごいね、それ。今作ってるんだって。あ、じゃあなるほど。じゃあ握手会までにもし完成できなかったら大変だね。
どこで握手しましょうっていう感じだね。ね、初めて知った。あ、改装、ポートメッセは改装するんだ。え、それの名前が変わるってこと？いや、名前が変わるわけじゃないよね。え、もう別の、だって違うね、だって空港の近くなんでしょ。そうなのね、そうなのね、とか言って、こんばんは。そうなんだ、ポートメッセ改装するんだね。あんま行ったことないから、なんかどこをどう改装するのか分かんないんだけど。そうなんだ。あ、オリンピックに向けて。そうなの、遅くない？いや、分かんないけど、遅くない、大丈夫かな。確かにね。あら、こんばんは。外回り終わって会社に帰ります。だって、気をつけて。お疲れ様です。あ、たくちゃんや、たくちゃん、たくちゃんハートありがとう。で、何日だっけ、316日みたいな、310、え、じゃああと50日ってこと、1年まで。へえ、あれ、なん出ましたよね、テロップ。今日は見れた、ちゃんと。昨日見逃したんだけど、今日のあれです、今日のテロップ見ました。316日とかでしたよね。あと50日だ、頑張れ。こんばんは。そう、新国立競技場もそう、まだ完成してないみたい。今日朝テレビで見ました。なんか新国立競技場、なんか上がなんか一部なんかガラスみたい、ガラス、なんだ、あれは何なんだ、ちょっとよくわかんないんですけど、なんかね、なんかいい感じになってるみたい。なんか客席もなんか5色の色してるんだって。5色のやつがなんかまだら模様になってる客席で、そんなに、いや、オリンピックはそんなことないと思うけど、そのお客さんが入らなかった時にもなんか結構お客さんが入ってるように見えるみたいな。へーってなった。そうなんだと思って、面白いよね。あ、そうそうそう、なんか日光を取り入れるみたいな。そう、なんか天井がなんか他のところはちゃんとなんかこうちゃんと天井になってるんですけど、なんか一部なんかね、透明のなんかね、なんか工事し忘れですか、材料足りなかったんですかみたいなところがあるんだけど、あれはなんかわざとなんかね、光が入るみたいな、そんな感じにしてるらしい。イサムさん、アイスありがとう。ゆずきが影穴だって、本当に。ゆずきちゃん影穴なんだ、かわいいね。じゃあランキング読もうかな。ちゃんちゃん13位、プントさんだ、プントさんありがとうございます。12位、サニーハイランドさんありがとうございます。11位、ゲンちゃんありがとうございます。10位、翼くんありがとうございます。9位、ニオちゃんありがとうございます。8位、SDR さんありがとうございます。7位、元気さんありがとうございます。6位、和田町さんありがとうございます。5位、カビちゃんありがとうございます。4位、寝ても覚めても睡眠ワールド、寝汗をかいちゃうぞ。汗かくよね、なんかさ、やめてほしいよね、本当に暑い。3位、たくまくんありがとうございます。2位、まさとくんありがとうございます。そして1位がごっちんさんです。皆さんありがとう、ありがとうございました。あ、たくちゃんハートありがとう。いつもセンキューだって、ありがとう。最近何もしてないけど、ありがとう。みんな何もしてないけど、そんなことはないんですけどそう、何もしてないことはないんですけど、そう、何もしてないことはないんですけど、まあ頑張ってって感じです。頑張りましょう皆さん。あれ、何か言おうと思った、あ、そうそうです、その明日の13時、そう、あれなんです、サステナブルです。やばいやばい、バカがバレ、サステナブルの握手会のあれが13時、一時受付が明日の13時までなんで、そう、よかったらポチポチしてみてくださいという感じで、1952の皆さん、配信見に来てくださってありがとうございました。また明日、バイバーイ。あれ、待って、どうしよう。あ、バイバーイ。